ども、くまはちです。ワードプレステーマシリーズ228回目はですね、オプスブログでいいのかな、多分ね、このオプスっていうのはね、直訳すると作品っていう意味なんですね。で、まあ、作品をブログにっていう意味なんでしょうね。今回はね、このオプスブログをやってみようと思うんですけども、まあちょっとね、ビジネステーマっぽい作りじゃないかなーって期待してるんですけど、まあグーテンベルグ五感のね、こう、テーマになってますよっていうことで、まあ実際に入れてみないとわかんないですからね、しっかりその辺もね、確認してみたいかなと。まあ、12月に入ってね、出てきたテーマなので、その辺がどうなるのかなっていうところですね。で、用意しましたワードプレスは、バージョン 5.3.2 になっております。ね。先々日からね、5.32 に変わってきましたんでね。こちらのね、外観を開いて、テーマのね、新規追加から、オプスブログを、探していこうかなと。で、今ね、ワードプレス入れた時に入ってる20シリーズのテーマが5つ入ってるだけっていう状態でね、新規追加を開いていきます。で、この最新からですね、開いていきます。こういうね、オプスブログが出てくるんじゃないかなと。ね、まあ、取りすぎたかな？はい。これはわかんないですね。デザインが変わってますんでね。こちらからインストールしていきます。で、インストール終わるとね、有効化のボタンになるのでね、有効化して初めてテーマが使える状態になります。このね、デザインが変わってるんですね。こっちはこういう状態だったんですね。ところが、今インストールする段になると、ここのね、画像が変わってますので。で、get started with Opus Blog っていうことでね、これちょっと開いてみたいなと思いますけども。まあ、いろんなデモがあって、デモを入れてくださいっていう、ことなんかなっていうふうに、思ったりするんですが、あんまりね、このデモは、入れたくないなっていうのが本音なんですよね。なので、今回は、デモをインストールしません。
まあ、プラグインも多分、特段必要ないと思うので、ただね、びっくりするのは、テーマのインストールだけでですね、プラグインまで一緒に、インストールされてるってところですよね。これは、必須プラグインでインストールしなくていい分、ありがたいなって、このアドバンスドインポート、アキツールセット、ね。ね、この二つがそうですね。まあ、この二つは、何もしなくても、テーマのインストールとともにインストールされてましたので、これはありがたい機能かもわかんないです。はい。で、やりたいのは、このワンクリックチャイルドテーマというものを使ってですね、固テーマを作りたいな、ということなんですね。まあ、親テーマでね、散々、こう、カスタマイズした挙句にね、この、固テーマを最後に入れたら、こう、設定が反映しないと。そうなるとね、二度手間じゃないかということでですね、二度手間したくないなということで、先にじゃあ、チャイルドテーマ作ってしまえばいいじゃないかということでですね、ちゃんとワンクリックチャイルドテーマがインストールされてますと、ここにチャイルドテーマって出てますのでね。で、このプラグインのね、入手方法とか、使い方に関する動画を、毎回この動画の最後の終了画面で表示しております。で、そこまで待てないという方はですね、動画詳細を開いていただきまして、そちらに、リンクを入れさせていただいておりますので、入手先と、使い方動画へのリンクがありますので、そちらで確認してくださいということでね。ここはですね、テーマ名なので、オプスブログチャイルドと、ね。オプスブログの固テーマと。まあ、こういう風にしてるとね、誰が見てもね、ああ、これがおテーマですねっていう風にわかりますのでね。あとはボタンをクリックするだけ。ね。まあ初心者の方でもね、ちょっとやり方を覚えるだけで簡単にこうテーマができますよと。まあそういうプラグインになっております。ね、これでこうテーマができましたのでね、じゃあカスタマイズしていきましょうかと。いう流れになるわけですよね。まあ、海外のテーマね、まあ、ほとんどと言っていいぐらいね、このプレミアムバージョンとかプロバージョンとかっていうのを作っててね、そちらは有料なんですよね。で、まあ、基本、無料で使える範囲内でやっていこうかなというところですね。で、今こういう形で、表示されてるんですけども、まずはサイト基本情報から開いていきます。で、ロゴ、タイトル、キャッチフレーズ、サイトへ。ね、ロゴはね、テーマごとにね、コロ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 サイズが変わってくれます。ね、250の250ってこんなでかいの本当に入れて大丈夫みたいなね、あまり信用してないんですけど、
入れたら入れたでね、幅が広がって、話にならないとかね、結構ありますんでね。で、こうなるんですよね。ね、これだったら、別に、これで、なくてもいいじゃん、というのがね、本音なんですよね。まあ、そういったところをね、ちょっとベンダーさんも考えてよっていう、話なんですけども。もう、それだったら長方形で、長細いのでいいじゃん、と。うん。まあ、そんな風に思ったりしなくもないですけど。で、サイト以降はね、テーマ変わっても、サイズ変わらないんで、512ピクセル以上の正方形のピング画像という風になってますんでね。まあ、512ピクセルがね、一番小さくて、ファイルサイズも抑えられるだろうということでね。これで公開という風にします。で、まあ、画像ってね、サイズが小さいとね、その分、サイズ、抑えること可能なんでね。で、テーマオプションズ、まずはヘッダーです。で、エナブルトップヘッダー。この上にあるんですよね。で、エナブルソーシャルアイコンズ。ね。メニューインヘッダー、ね。まあ、こういうふうにね。で、まあ、これ、見た感じ、どうも、フォントオーサムのバージョンが 4.7 なのかな、みたいな感じですけどね。まあこれで、まずはちょっと公開して。で、メニューですね。エナブルスティッキーメニュー。で、エナブルサーチアイコン。まあサーチアイコンがあってもいいか。で、スライダーですね。で、カテゴリー4スライダーっていう風になってますね。で、まあ、カテゴリーだったら、もう無予定までいいかなっていう感じなんで。プロモがですね、カテゴリー4プロモっていう風になってるんですが、これは、次の部分に変えた方がいいな。まあ、こう、三つずつなんかこうやって、表示されるみたいですね。で、ブログページですね。ライトサイドバー、ブログレイアウトからのシングル、ちょっとマスナリーにするとどうなるかなと。
ね、まあまあ、フルイメージでいいです。ここのリードモアはですね、日本語に変えておきましょう。で、結構ね、なんかね、こう、いろいろ、こう、出てるみたいですけども。で、シングルページですね。で、ライトサイドバー。エナブルオーナーバリューを一回出してみてやろうかなと思いながらですね。まあ、ここはこれぐらいしか選べなかったですね。で、次にどんどん行きます。で、サイドバー、フッター、エクストラ。フロントセッティングスね、いろいろあるんですけども、まあ、サイドバーは、コピーライトテキストと、トップに戻るのボタンぐらいですね。エキストラス、ブレッドクラムテキストですね。はい。で、フロントセッティング、サンセリフ。まあ、ここで、フォントサイズとかね、ラインヘイトの、設定ができますよっていう。まあ、これが、テーマオプションズになってるわけですね。で、次に色。まあ、背景白なんで、そのまま行きます。で、ヘッダー画像、1200×450。1200×450。ちょうどいいのないので、まあ、最近よく使ってるやつを、で、こうやってやって、大きいとね、縮尺しながら、切り抜いてくれる機能がついてます。はい。こんな感じです。じゃあ、この切り抜いた画像はどこに表示してくれるのって感じなんですけど、プレビューがね、出るのすごく遅いんですよね。ここですか。まあまあ、まあ、いいでしょう。ね、背景画像を使わないです。メニュー、後で、コンテンツのオプション。コンテンツのオプションでね、こうやって出てるんですけども、投稿者を表示したくないです。コメントリンクを表示。これも嫌です。で、抜いたら、消えましたか。でも出てるよね、これ。これもしかして機能してないの？
って感じですよね。で、まあ、こうやってね、こちらでちょっと確認しましょう。プレビューとね、実際のページとまた違いますんでね。ちゃんとね、実際のページでもちゃんと確認しとかないとですね。で、記事を一個開いてですね、ちゃんと見とかないとですね、どんな風になってんのかっていうのがわかんないですからね。まあ、やっぱり出てるんですよね。で、あそこのコンテンツのオプションは機能してないよっていうことですよね。やっぱりこれダメですね。オーナーバイオ出すね。オーナーバイオ出してるからなのかな。オーナーバイオをちょっと外してみましょう。テーマオプションで、ブログページで、じゃなかった。シングルページ。オーナーバイオはやっぱり出すとまずい。メタオプションズを外すと、トップページは表示しなくなるのでね、それはそれでいいんですけども、こちらのページで、どうなるのかというところをですね、しっかり見ないとですね、まあ、これだとやっぱり必要な情報がね、表示しないんですけどもね。まあまあ、ある程度仕方ない部分もあるのかなと思ったりしなくもないんですけども。まあ、このあたりがね、ちょっと感覚が違う部分がどうしてもあるのかなというところですね。ちょっとメニューがね、トップヘッダーだけなのかなと。で、プライマリーですね。他にも
あ、これ違うじゃん。これはこうだから。振った目には振ったと。で、公開済みになるので、こっちでどうなるかというところで、プライマリーでね、ここにちゃんと表示してくれないと、こういうメニューが出ないのでね、トップにちょっとメニューはいらないかなって思いますけどね。振ったメニューはこうやって出るんですねっていう感じですよね。で、あと、ウィジェットなんですけど、まあ、振った4カラムとサイドバー。まあ、なんかちょっと、まあどうなのかな、ビジネスページにできるのかなっていう、ちょっとクエスチョンは残りますけど、全然ダメでもないというね、そんな感覚がありますが、なんかね、ちょっとメタ情報が、全部端折ってしまうと、やっぱりよろしくなかったかなっていうのはありますよね。まあ、こういうふうにして、これを外したら、これで、サイドバーがどう変わりますか。まあ、こう検索から下がサイドバーなんですが、このようにね、なってきてですね。やっぱりこのフューチャードポストにね、やっぱり変えた方がかっこいいですね。最近の投稿みたいにして出てくるんですけども、画像付きでやっぱり出てきますんでね。
でね、これカテゴリーね、この表示の仕方ではね、ここのテーマのやり方ではよろしくないので、ドロップダウンに表示するとちょっといいかもわかんないですね。ここはね、階層化するとね、やったらなんかちょっと見にくい感じなので、ね、カテゴリーを選択っていうのを、こういう感じで、見るようにした方が、よっぽどいいんじゃないか、という感じですね。で、あとは、下にね、こういった、Facebook の、ページプラグインとか、まあこれを3つ目ぐらいに入れといて。まあ、こんな感じでね、バーッと入れて、4つ目に何しようかなっていう感じなんですけど、4つ目にね、これをもう一回入れてみようかなと。ね。すると、振ったらどういうふうに変わりますかということでですね。まあまあ、こういう形でいいんじゃないでしょうか。結構ね、重複することも結構多々あるんですけども、しっかりね、いろんなところに、まあ、必要なものを表示できるようになっております。まあ、もうちょっとね、こう、いろいろ、こう、できれば一番いいんでしょうけどもね。まあ、それをね、ちょっと使い込みながらカスタマイズしないといけないっていうところもありますんで、まあ、この動画を作るときはね、いつもぶっつけ本番で、させていただいておりますので、
まあ、ぶっつけ本番でね、ここまで、まあまあ、できてたら、まあ、いい方だと思ってください。はい。ということでね、今回はですね、オプスブログというものをですね、こう、紹介させていただきました。で、まあ、感想などはね、また YouTube のコメントの方にどんどん入れておいてください。まあ、こう、表示するのもね、いろんな工夫をしながら、ね、便利に使うっていうのも、こう、ね、一つの方法なんですけども、その中でちゃんとセキュリティも、自分で、守るということをね、第一にやっていただけたらと思います。ということで、また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。Zoom サポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット。友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。